三匹の小豚。お母さん豚は三匹の赤ちゃん豚を産みました。ある日、お母さん豚が、お前たち大きくなったわね。この家じゃ狭すぎるわ。もう自分たちで家を建てなさい。と言いました。お母さん豚に言われた通り、三匹の小豚は自分たちの家を建てることにしました。一番目の小豚は、藁で家を建てることにしました。 これなら2、3時間で建てられそうだぞ、と言いました。すぐに壊れちゃうよ、と兄弟たちが言っても、聞く耳を持たず、藁で素早く建てて中に入ってしまいました。2番目の小豚は、1番目の小豚ほどの怠け者ではなく、木で家を建てることにしました。1>, 1日でできるな、と言っています。頑丈な家を建てるには、もっと努力しなきゃダメだよ。 と三番目の小豚が言っても聞かず、二番目の小豚は一日で木の家を建てて中に入ってしまいました。レンガで家を建てることにした三番目の小豚は兄弟が牧草地で遊んでいる間も何日もかけて家づくりをしました。大変な努力の末に分厚い壁でできた家が建ちました。その時です。大きな悪い狼が現れました。三匹の小豚は 急いで自分たちの家に避難しました。狼は藁の家に来ると、小豚さん、小豚さん、中へ入れておくれ、と言いました。小豚は、狼さんはダメですよ、と答えました。狼は大きく息を吸い込み、藁の家を吹き飛ばしてしまいました。小豚は兄弟の木の家に逃げ込みました。狼は木の家にもやってきて、小豚さん、小豚さん、 中へ入れておくれ、と言います。狼さんはダメですよ、と2匹の小豚が言いました。狼は大きく息を吸い込み、木の家も吹き飛ばしてしまいました。2匹の小豚は大慌てでレンガの家に駆け込みました。狼はレンガの家にもやってきました。小豚さん、小豚さん、中へ入れておくれ、と言います。入れないよ、と小豚たちが答えます。 狼は大きく息を吸い込み家を吹き飛ばそうとしました。一生懸命吹き飛ばそうとしても家はびくともしません。狼は家に入れる場所を探し始めました。屋根に飛び乗り煙突を覗き込みました。屋根の物音を聞いた小豚たちは大きな鍋にお湯を沸かし始めました。狼が煙突から中に忍び込もうとして足を滑らせ、 熱いお湯の中に落ちてしまいました。小豚が鍋に蓋をして、大きな悪い狼も、これでおしまいさ、と言いました。三番目の小豚は、みんな僕の家で一緒に暮らそうよ。悪い狼はもう二度と来ないから、と言いました。終わり。